笹上峰は四国山地西部に属する山である。また、イニシエより旧都佐街道の峠でもあり、笹上峰峠と呼ばれる。四国山地西部には他に日本200名山に選定されている同盟の笹上峰が存在し、共に四国100名山に選定されている。周囲には東側に三宝寺山、西側に土地大山など、より高い山が位置し、明確なピークではないため、 笹峰自体は山としては際立った存在ではない。しかし、イニシエより旧土佐街道の土佐国と伊予国にまたがる急峻な峠道であり、交通の要衝でもあった。土佐街道は伊予川の故障で、土佐では北山古志と呼んだ。古代は大城関道、江戸時代中期、すなわち、京宝三年以降は土佐藩の参勤交代の街道であった。 この峠道の愛媛県側である新宮村の上がり口は急坂の京路で難所であり、武士は坂を下る檻には木に刺した刀の鞘尻が使え、腹に回して通行せざるを得なかったため、腹傍聴と呼ばれている。道の駅切りの森の傍らには、土佐藩主山内公が宿泊した馬立本陣の門と石垣が面影を残す。幕末には、 坂本龍馬や板垣大輔らもこの峠道を越えたと、される。1964年には、笹根の西側に、県道5号線の笹根水道が開通し、1987年には、高知自動車道の笹根トンネルが開通した。山頂付近の愛媛県側登山道から、三宝寺山や塩塚峰などを望む、眺望の利く場所もあるが、山頂は眺望はない。 山頂は、名称通り下草として鈴竹が自生し、うなばやしに覆われる。山頂から、南西側へ、約200メートル離れた地点に四島三角点、佐々木本が設置され、1015.99メートルとなっている。四国中央市新宮村道成が、登山口であり、原坊町、笠取峠、杖立地蔵を経由する旧都佐海道の道沿いに、山頂に至る。 また、高知県側から県道5号線と交差する旧戸佐街道沿いに山頂へ至る道もある。道なりには旧戸佐街道について解説した考察が随所に建てられ、石畳も一部残る。ありがとうございます。